じゃあはいどうぞ。びっくりするやんか。びっくりするな。さあ、はい、まあ、佐藤の話から、はい、まあ、開幕オーダーとか、はいはい、まあ、いろいろ聞きましたけども、うん、ちょっと阪神三昧でいきたいと思います。難しいってことだから阪神今年戦うのは。いやだから、まあ、ある程度順位予想っていうのはしてるんですよ、うん、頭の中で。まあ、僕はね、はい、巨人とその阪神そのいろいろこう比べた時に、はい、俺50対50でね、ちょっと待ってください、うん、阪神対巨人を比べた時にっていうのは、うんうん、そこは1位2位っていうことを考えてるということですか。そういうこと、1位に優勝争いで。あら、そうすると俺はね、あの戦力的に見れば阪神は十分その戦えるだけのもう戦力が整ってると思うんだよ、はい、でも俺巨人の宮崎キャンプ行った時にね、はい、若手が若手でやってた時ですよね。で、まあ、岡本がいたけども、はい、その時にこう守備練習の中でワンアウトノーアウトランナー一三塁でさ、ファースト後方の消費球がライトセカンドファーストが両三に寄っていく場合ってあるじゃない、はい、その時どうしてもピッチャーがカットマンに入らなきゃいけないプレーってあるだろ。ありますよね。それ年に何回やる？ないだろ、ほとんど、うん、まあ今は球場的にないですよね。ないよな。だってあのシートもできてる。できてるから、はい、ないけども甲子園はそれはあるよ、はいはい、あるでしょ。まあありますね。あるやん。そういう練習を巨人してたんだよ、うん、あの東京ドームでね、あんななんとかシートってのがエキサイトシートか、はい、あれが出てて、そういうフライを想定するような球場じゃないじゃない、はい、それでもあの宮崎のサンマリンではできるよね、そういう練習が、はい、それを一応動きだけは確認作業だけはしてるわけ、うん、だから備えがあるよね、はい、で阪神っていうのは2年続けてリーグ最多のエラー数がある、はいはい、これも恥ずかしい記録だけども、そういうチームがそういう備えはしてないんだよ。だそう考えると阪神というチームが1点差の勝負になった時にね、1点を守りきれる守備力があるかどうかって考えると不安なんだよ。まあ、そういうことは、うん、巨人のがやや一歩、結局去年でも巨人と阪神の差なんて守備力だぞ。いやもうその通りだ。そうでしょ。野手は別としてピッチャーは、うん、阪神の方が揃ってると思う。揃ってるよ、揃ってるね。それはあのスアレスがね残ってくれたってのはすごいでかいんだよ。でかいですよね。でかいでしょ。で調整が遅れてるけど、その岩佐と岩崎がある程度状態が良ければある程度のセットアッパー的な仕事ってあの2人できるじゃない、はい、その中に外国人がまだ2枚も3枚もいるんだよ、うん、チェンはねちょっとストレートの力がなくなった。ない。去年はありましたけど、ね、あった。ロッテの時、いやこの間見た時にちょっとないんだよな。だちょっと不安なんだよ。でもチェン1人がいなくても、まあ、補うだけの力あるでしょ、まあね、あるね。それは言える。だからあの藤浪でしょ、はい、先発がね、開幕がね、で西がいるでしょ、秋山、青柳、この辺りってのはある程度実績からするとローテーションは守れると思うんだよ。ただ心配なのは秋山は確年なんだよ、うん、ソフトバンクの工藤監督と一緒、いい時悪い時が交互に来るわけ、まあ、そうですね。ピッチャーと多いですよね。多いでしょ。多いです。秋山去年頑張ったから今年そうすると悪い年にはまるんだよね、うん、で青柳も2年続けてあの規定投球回守ってるでしょ。その疲労がどうかってのが心配なんだよ。じゃあ最下位はどこですか。これもう豊か本当に悪いけど DeNA さんじゃないの。あ、外国人が来なければゲームできないでしょ。まあゲームはできますけどね。いやいや勝てるかどうかは別問題けど勝てるかどうかは別問題。どうですか。そこは5位にせる。じゃあ最後ヤクルトか、はい、あヤクルト、これねピッチャーがいないのかな。いや打線を組ましたらヤクルトすごいですよ。だから内川君が入ったことでさ、はい、結構いい打線組める。いや組めます。組めるでしょ。やっぱあのバース掛布って並んだ布陣で、うん、村上内川って並べるとそう怖いじゃん。やっぱ村上に勝負せざるを得ないせなくなる。でも内川がいるとちょっとまあまあそこで内川ポイントゲッター的な仕事をしたらだよ、うん、結構得点能力上がるよ。上がりますよね。ただ、うん、オープン戦のあのピッ
チャーの打たれ方じゃん。それは分かる。もうひどかったね。どっちですかじゃあ。いや横浜もひどいぞただ勝てないけどピッチャーは頑張る。いや今永君がいればねまだ間に合う。間に合わないと思います。間に合わないでしょ。いやだから横浜打線組める。一応組もうと思えばいやいや一応それはねオースティン外にいなかったら苦しいですよ。苦しいでしょ。それ宮崎佐野じゃ無理だろ。2枚じゃ宮崎佐野、まあ、牧っていうのがいいです。あいいの、はい、あールーキーで。あそうなると佐藤ばっかり目いってるから、まあ、牧がいるんです。あそうなの、はい、ごめん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 でも佐藤ほどじゃないだろう。でも率は牧の方が残すかも分かんないです。まだ佐藤はまあ2割6分ぐらいの20発ぐらいだろうなと思ってるの最初は。20発、うん、もっといかないです。25ぐらい可能性はあると思う。でも甲子園だからな。甲子園で反対打てるじゃないですか。打てるけど豊か本当のさあの厳しいインコースのボールってまだ投げてられてないよ。ただ加計さん、うん、今のピッチャーって投げらんないな。でしょ。そうなんだ間違えるでしょ。間違える。昔のピッチャーは間違えないそうなんだよそうだから、まあ、巨人の菅野君ぐらいのコントロールがあるピッチャーが昔は普通だったもんな。でしょ。やっぱ球場も狭かった、ね、狭かった。だから丁寧なんだよね。ただ今力ありますもん、ね、力ある力。でも力あっても甘かったらいく。だからそういうあの結果はもう佐藤出してるから、まあ、最低ラインが20発ってこと。だからもういやちょっと加藤さん、はい、順位でしょだからこれ難しい。まあまあいいですよ。ヤクルト、DeNA でしょ。うん、まあヤクルト5位。ヤクルト5位、うん、で4位が広島。おお、はい。で3位、中日、はい。それで阪神巨人。おお、だからひょっとすると、いや僕は今年は加計さんは阪神1位って言うかなと思って、うん、だからキャンプ見た時にね、うん、それと阪神の優勝するという気持ち俺あるんだけど、期待値が大きいわけだよ。計算できる野手って誰がいるの。じゃあ豊か、まあその中で言えば近本だけでしょなんかバッサリなんかお前他に言うなみたいな感じじゃないですか。違う いや近本だけですよ。だから大山もね、去年あれだけホームランを争ったけども、はい、今年初めてやってそれである程度計算で、去年はもう悔しさがあったと思うんですよ。だった最初ベンチスタートでクソと思って、うん、そのぐらいなんか調子良くなっちゃった。そういうことだった。今年はもう足元はしっかりしてるから、どういう働きをするかです。だからそこがすごい心配なの。1億円プレーヤーにもなりました。キャプテンにもなりました。もう1億円になるんですか。そうね。それでチームの4番、これはもう約束されてるわけだよ。でカメラは佐藤に向いてる。佐藤向いてるだからある程度落ち着いてやってると思うんだけど、俺じゃないのとは思わないですよねでもしょうがないだろう。しょうがないですね。そうなった時に仮にだよ、はい、佐藤が打ち出した時に焦りってのも出てくるよね。だからまだ大山っていうものがね、本当に期待は俺すごくしてるんだけど、心配もすごくしてるの。そんなにバッティング練習なの見てもね、去年と変わってないんだよな。オープン戦の打席の中で彼のあのいいところってのは積極性っていうのはすごくいいところだと思うんだけど、それがまた彼の弱点でもあって、この辺りのボール球って手出していくよね。だから俺オープン戦の4打席もう4番ってもう確定してるわけだから、4打席全部捨てるようなオープン戦があってもいいと思って見てたわけ。そうですね。そうでしょ、うん、そうなった時にある程度ボールをオープン戦の中で見極める打席っていうのを俺は4番として作るべきだと大山を見てたんだけども、そういう打席は一切なかった。全て打ちに行っている。だからまだ4番として間を作れないし、まだ落ち着きがないんだよ。こうオープン戦やりながら遊んでほしいですよね。そうなの。この打席は追い込まれてから勝負しようと、ね、2ストライクから勝負しようと、そういうこと。そうですよね。そういうこともないの。だから俺も一回ね、これもちょっと自慢してしまうけども、あの加藤弘和さんと長崎でね、オープン戦があったけど、はい、横浜さんだよな確か。それでちょっと夜の食事の場でポッと会ったわけ。
でもそれ全然打てなかったわけ俺、うん、オープン戦中に。で広和さんが赤毛大丈夫かおい心配なんだけどって言うから、赤毛さん明日ホームラン打つわって。それでホームランと2本を3本ヒットって。で加藤さんベンチでどうもすいませんでしたってだからそれぐらいね、結果じゃなくて今豊が言うように4打席を遊んでもらいたいんだよ。だからまあ掛布さんの場合はどこでスイッチを入れるかだった。そうそうそういうこと。気持ちをこう入れるか入れるかだけだ。それともちょっと遊んでみたいな。そうそうそう、ボールもう目流しぐらいで、目流しでいいと。とにかくこう自分の間を作ろうと、打つ打たない関係ないと。そういう部分でずっとオープン戦の打席をこなしていくわけだから、大山にはそういうなんていうのかな、打席が感じられないのがちょっとやっぱ不安。まあ外される選手じゃないだけにね。そうなの。まあそうやってもいいんじゃないかと。そういうことなの。いや掛布さんはホームランだったかもわかんないですけど、はい、僕ら方向だったですね。ああそういうことな。この打席は全部流してやろうと。ああなるほど。ああそういうことね。流すことは長くボール見るだろう。そうです、うん、でこの打席だけは引っ張っとこうとか。あどんな形でも。だからそういうじゃあ豊かのさ打席を俺がそのネット裏から見てた時にそれ分かるじゃない、うん、あ高木豊選手はこういう意図を持ってこの打席立ってますね。あこのゲームってのは彼は結果云々とかじゃなくてこういう意図を持った形の対応してるんでしょうねって見えてくるじゃない。大山をそう喋って見てるとそういう意図が見えないからその場その場の勝負のコメントになっちゃうんだよね。あだからもう一生懸命すぎて。そうなんだよ。見てると息が4番として息が詰まっちゃうということですか。でファーストまでも一生懸命走る大山って、ね、素晴らしい。いや本当に思うでしょ。思います。12球団の4番で一番走るでしょかもわかんないですね。これはもうすごくこう俺は褒めてあげたいんだけども、そういう部分もある意味あのベンチを窮屈にしちゃうんじゃないかなっていう。確かにね。いや走ってることが悪いってことじゃないんだけど、いやだから掛布さん欲として OB として欲で見てるから、うん、もっと風格を作ってほしいというか、うん、それだから自分がフリーバッティング始めたら、うん、もう誰も寄りつけないぐらいの雰囲気を持てということですね。そうだからなんかこう4番が背負うものってのはさ、ホームラン打ったりそのヒット打って打点を上げたりするだけじゃなくて、やっぱりエラーをしてチームの負けを背負ったり、チャンスで打たなくて負けを背負う、まあファーストまで走っても走りきれなくてアウトになったとかね、チームの負の部分をやっぱり背負ってあげるようなものがなければダメだと思うんだよ。だから豊が言うように真面目すぎる、うん、そこが阪神のその優勝というものを考えたときにアキレス腱にならないかなと。まあ加藤さんの爪の赤でも飲んでほしいですよね。いやそれはないんだから